My name is Tyer Key. No way!というわけでね、どうも皆さんこんにちは、大輝です。よろよろ。というわけで皆さん、4月24日に SNS 活動での開始を始めて今日で3周年を迎えたということでね、はい、おめでたい話なんですけども、今日はね、その3周年を記念して、テトリス99をやっていきましょうということでね、はい、まあ、やっぱ機種ね、記念日はやっぱテトリスってみんな言うやん。やっぱ記念日にはやっぱりテトリスをするしかないよ皆さんでしょ。クリスマスといってもテトリスやし、バレンタインといってもテトリスやし、ということは、まあ、誕生日にもテトリスだし記念日にもテトリス、うん、これがやっぱ世界の常識やから、うん、まあ、前回ね、まあ、前回まあもちろん英語禁止あったんですけど、はい、ああやきます大切に焼きますあ、この感じナッツ、ナッツいいなぁ。たまには通常スキン使うのめちゃめちゃありやね。うん、やっぱこのね、3周年になっても瀬川くんだけど。お前お呼びしないんだけど。3周年になったからね、やっぱね、やっぱ一味も二味も三味も違うね。たい焼きさんはね、ミンコしていこうかなと思いますので、ね、はい。案の定なんだよね。そう、案の定セガだけは来るんだよね。うん、お前お呼びしないっつうの、本当に。セガもお祝いしに来てくれた。いらない、いらない、いらない。あ、でも後で花火しようかな、じゃあ。じゃあ後で花火しようぜ。うん、本社使って。本社の花火しようぜ。うん。最近まず言うてね、うまくなってきよんよね。ぷよぷよテトリスが。うん、ちゃんとね、ぷよぷよテトリスが最近ちょっと上手くなりつつあってさ。めっちゃぷよテト今ね、調子いいというか、なんか昔勝てんかった相手になんか勝てるようになってきようよね。だん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 。テトリス99、だんだん勝てんなるのに、ぷよぷよテトリスは逆にどんどんね、勝てるようになってきよってね。俺、テトリス99最近向いてないんじゃないかなって、ちょっとちょっとね、疑惑がなんか上がってきようんやけど。もしかしたら俺はテトリス99ゲーマーじゃなくて、ぷよぷよテトラーなんかもしれん。もしかしたら。ちょっとその疑惑も若干出てる気がする。じゃあ世界一に勝ってください。いやいや、まあ世界一になる、まあ世界は実質世界一ではあるよ、もう、うん、もはや。うん。テトリス99の外注部門としてはもうだいぶ優勝には近い存在になってるよ。うん、どう考えても。視聴者が選ぶテトリス界隈外注ランキング堂々の第優勝やからね。うん。第1位とかじゃないっけ、うん、第優勝やけん。もう優勝が確定しとるけん、もはや。それをね、やっぱ威厳を晴らすべくね、やっぱテトリス99もね、もうどんどん腕を上げていかないかんねんけど、あ、堂々の1位、いや堂々の1位じゃない、堂々の優勝、うん、1位とかもう鼻くそ、もはや1位じゃないけん、もう優勝やから、うん、表彰式でもさ、あの3位2位1位ってあるやん。いや違うけ、俺そのてっぺんおるけん、うん、1位の上おるけん、ね、もはや、いやマジで最近本当になんか知らんけどテトリスのモチベめっちゃ高くてさ、マジ配信外でも全然俺テトリスするようになったけんね、昔に比べて。ちょっとびっくりしとる。でも相変わらずね、配信外でもせがるからね、配信外でも大パンしちゃうよね。うん、俺配信でしか大パンしたことなかったのに、ちょっと前に置きミスしすぎて配信外で大パンしたけんねもう分からん。もう配信外まで大パンし始めたらね、もはやそうなんだよね、本物なんだよね。いって職業病、いや職業病はね、あれよ、あのカタカナの「て」と「と」が見えた瞬間、もう全ての文字がテトリスにしか見えなくなるんよ。いやこれね、マジでね、あのテトリス好きあるあるやと思うんやけどさ、マジでね、カタカナのね「て」と「と」が見えたらね、もう全部テトリスにしか見えなるんよ、本当に、うん、やばいよ本当にあ、全部テトリスだってなっちゃうよ。あの四角いブロックが4つ並んどる時点でもうテトリスやけんね、もはや。これ結構共感する人多いと思うんやけどな、テトリスめちゃめちゃやんにょる人って。もう何でもテトリスに見える。今でも、いや、今もう現在進行中。うん。なんならもうあのあれね、視聴者のコメントの中にもうテトリスっていう人いるからね。うん。俺ちょっと病気なんかもしれん、これ。俺なんか名前がか、もう名前からテトリスってもう書いてる人いるんだけど、これ俺の、あれ幻聴ってか幻覚俺多分幻覚だよな。うん。名前にテトリスがいるんだよね、もはや。
あ、そうそうそう、ボーカロイドのさ、あれオーバーラ、あのオーバーライドのさ、ボカロ、あの、まあ、歌いよる、歌わせとるって言ったら、ね、ボーカロのあれもあるやん、なんか重音、何やったっけ、ハオトメテドやったっけ、ごめん、ちょっと全然わからんんだけど、あれもね、もうどう考えてもテトリスやけんね。あれはあのテトの後にリスはついてるから、あのボカロの後に。これは、あ、もうそれ、あいみのやね。うん。もう四角いブロックが一直線に4つ並んどる。もうそれはもうどう考えてもあいみのです。はい。あの、異論はうるさいです。うん。ちょっと待って、テトリス大体、たやから、たた。うん。ちょ、なんて。なんて。久々やけんさ、ちょっと、立ち回りが、ちょっと相手のことを凝視するのがちょっと下手くせになってる。やべえ。おお、貫通最悪。おいやー、でもそんな悪くないと思うんだけどな。ちょっとなんよ、本当に。ちょなんよ。わかる、みんな。あ、ちょなんよ。いや、違うね。いや、違うね。あのね。いや、最近さ、なんかコメント欄がちょっと不調でさ、いや、違う、せがっとってさ、コメント欄最近なんかさ、せがっとんよね。原因分からんのよ、これマジで。なんでなんか。今までさ、コタマン。今までコタマンだったんやけどさ、なんか最近すげえ固まるけんさ、コメント欄、なんか固まった時は、なんか気合で頑張って。気合で頑張って、そっち。ちょっと俺も気づいたらなるべく直すようにはするけん、ちょっと、あの、俺が気づいてなかったら気合で頑張ってほしい。やっぱみんなの気合があればね、そう、あのプリキュアやって一緒やん。プリキュアとかさ、仮面ライダーのさ、公演でもさ、最後劇場におるみんながさ、ヒーローにさ、あの元気パワーを送って、で、そこでみんなの力を借りて、怪獣を倒すっていう、あの茶番あるじゃん。茶番あるじゃん。そう、それと一緒。そう。あの、ダークなやつに、やっぱちょっとね、あの元気をね、失うことがあるんよ。うん、やっぱ力が出せになることがあるけん、そうなった時はやっぱみんながバタコさんになって、新しい顔、新しいコメント欄を投げつけることによって、あの、このアンパンマンが復活するから、うん、だからちょっとみんなの力がちょっと必要なんよ、コメント欄復活には。大工さん、中分け連のやり方教えてください。嫌です、絶対に嫌です。教えたくもありません。で、適当に調べてください。教える気ないんで。初心者解説動画でも絶対中明蓮だけは解説ね。絶対に。いや、普及したくないよ。いや、あのせいみんな。あの、本当にね、ちょっと最近さ、ちょっとテトリス界隈がさ、ちょっと嫌な方向に走っとってね、実は。昔に比べて初心者の人のレベルがちょっと上がっとんかどうかわからないけど、みんなね、TDK テンプレっていう、いわゆる蜂蜜砲やったり三角二号積みとかさ、まあ使うようになってんのよ。でもそこでさ、最近マジ中分け連の使用率ガチで上がっとってね、なんかやばいんよ。俺もなんかプヨティとタマニアによったらさ、まあもちろん低レート帯とかに当たったりは全然するんよ。そしたらマジでね、そう、低レート帯の人の 70% ぐらいの確率でマジで中分け使われるんよね。おかしい、本当に。なんで。いや、今日もさ、プヨティとしよったらさ、マジ5回くらい使われてさ、20回ぐらいやったんかな、20回ぐらいやって、マジ5回ぐらいさ、中分け連に当たって、マジでさ、治安悪いよね、本当に。中分け連は最強やから。いや、まあ中分け連はまあゴミクソなだけなんよ。いや、あの、てかマジな話すると、そんな中分け連まあ強いんだけど、そう、中分け連はマジで強いんだけど、でもなんか違うんよなっていう。なんて言うんだろう、なんかその人が強いんじゃなくて、なんか武器が強いって言おるだけやからさ。いや、俺だったらさ、まあテトリスうまいじゃん。でも中分け連でさ、敵を倒せるようになってもさ、それテトリスがうまいじゃなくて、中分けがうまいになっちゃうんよっていう感じ。わかる、なんかこの違いというか。しかも中分け連って本当に最初だけやからさ、ぷよぷよテトリスのレート戦でしか効かんし、で、さらに言うと、序盤にしか中分け連って、まあ、ほとんど有効じゃないから、まあ、中盤でも組もうと思えば組めるけど、まあ、みんな序盤で使うイメージしかないじゃん。ってなった時に、やっぱ、序盤耐えられた後の動きが、やっぱどうしてもめちゃめちゃ弱くなっちゃうけん、
正直なとこあんま本当におすすめはしないよ。うん、これはこれはガチね。うん、なんていうか中分けりゃゴミクソ列っていうのあれ結構ガチだからね俺ちなみにあれネタでゴミクソ言うんじゃなくて、ほう心の底からゴミクソやと思っとるけんまあちょっとあの誇張して言うこともあるよ、そりゃね。中分けりゃ使っとるやつ絶対彼女おらんとか、うん、まあそういうことも言うかもしれんけどさ、うん、いや割とガチガチでそんな強くはない、強いんだけどなんかちゃんと強くはなれんけんさ、それできたとしてやけあんまりおすすめ実はしてないっていうのはそういうことっていうのは結構これこれは結構ガチないガチなやつに、おおじゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリビッグボーナスやなんか最近なんか最近 TikTok でさなんかジャグラーダンスというかさじゃんじゃんバリバリダンスっていうね、そのスロカスのための踊りみたいなのが今 TikTok で大ブーム起こしとってさ、 TikTok 開くたびにマジでジャンジャンバリバリしか流れんのやけど助けてくれん俺の TikTok ジャンジャンバリバリに汚染されたのよね今、マジで助けてほしい。あ、そんなにやる間になんかテトマン取れた、あ、そっち倒しとる、やった100% まぐれ絶対にまぐれ。ぷよテト組めたら最強。そう、中記念ってもっと言うとなんかぷよぷよテトリスでしか通用せんっていうんよね。他のテトリスゲームじゃ絶対にね、かなわんてか、まあそもそもテトリス99、序盤も組めるけど、マジで残り10人とか。で、中分け連組んだから、じゃあテトワン取れますかって言われても、絶対無理やからな。絶対無理よ、ほんとに。じゃあ、試しにじゃあ組んでみようか、中分け連。試しにね、俺もどうやったっけ。正直、俺、中分け連そんな、昔組んでたっけ。あーほらもうあーほらもうもう下手くそ、弱いやろ弱いだろこれ、ほらほらせがるしせがるし弱いし。友達にたい焼き好きって言ったらキモって言われた。あー、その友達も処刑やね。うん、モニュモニュの刑です。はい、確定しました。その友達はもうモニュモニュの刑確定してます。残念でした。たい焼きのことをバカにしたらモニュモニュにされるからなって覚悟しとけよって言っとって、あ、モニモニじゃなくてモニュモニュ、嘘、モニュモニュね、そう、モニモニはちょっとまだ可愛いけん、うん、もうそれよりも一段階残酷なモニュモニュ、うん、モニュモニュの計5000億万兆ジンバブエドル年年はい、また初見さんがね、安定の初見さん帰っていくやつねこれまあ安定ね、うん、これがいつものやから、毎回毎回何言うか分からなくて初見さん帰っていくからね。最近ちょっと友達から俺クレーム来たもん、なんかお前のライブたまに見よるけどさ、あのお前マジ何言うか分からなすぎて本当に やめてくれってお前なんかたまに日本語喋らんなるのはちょっとやめてくれんって、ちょっとガチめのクレーム来てさ最近なんでその友達が俺の配信見てんのかよくわかんないんだけど、うん、結構ちゃんとねクレーム来たけん、あーコメント欄が止まっとる。そう、リア友からマジクレーム、マジでリア友からマジクレーム来る本当に。とかさ、たまに俺がさ視聴者あのみんなに対してセクハラするやん、うんみんなに対してセクハラした瞬間にさ、あのもうすその友達からマジで気持ち悪いけんやめてって俺マジなクレーム来るけん本当にセクハラすんのマジ気持ち悪いけんやめてくださいって、うん、なんかリア友に注意されるっていうね、もう意味わからんよね、うん、なんでリア友がさ俺の配信見てんだって話よね、そもそももうそこからがそこがすごいね、うん、あ、なんでもあるんやけど、まあ、そのリア友曰く、まあ俺の配信自体は普通に面白いけんねんって褒めてくれた、うん、ありがとうってありがとうって、ちょっと照れたよね。でもう連続かんな聞いてないよ、OK。 さあ 100% になったよ、100% になったよ。ここからが一番怖いところね、うん、この時のたい焼きさんの勝率マジで低いから、ルートマイナス2だから今んとここの時のたい焼きの勝率本当にルートマイナス2に等しく近いからさ、
たい焼きのバッジはまだゼロよ。じゃあ何なんこれ。じゃあこれ何、右下のこの100表示何、飾り飾りかなんかな、これもしかしてこれ中身リプリカやったりする、あの金塗装したただのプラスチックやったりする、もしかして。マジか、待ってこれさ、もっと待って、めっちゃ嫌な顔する。ねえ、もうマジかよこれ。ちょっとおいセガねえ、これ繋がんないやつなんだけどおいどうなってんだよつぼじゅん。おーもう死んだやんけマジでおいどうなってんだよ、なんなんあれ、クソみてえなつぼもうまたこれだよ、もうまた繋がんないやつだよ